始まりはした、ミルクサトウアカデミーの上までございます。ノー、ミルクサトウでございます。おめでと楽しみはい、こちらです。とんでた。四年前のアンダー二十ワールドカップ以降の歩み、ああ成長の奇跡。<laughs> 成長の奇跡。はい。はい。ええ、まあ、来週月曜日、5月8日ですか。はいうん、には、えー、今年の2023アンダー二十ワールドカップ日本代表のメンバーが発表されるということなんですけれども。ええ、四年前、まあ、二年前の大会、ちょっとコロナでなくなってしまったのもあって。はい。 そう、うん、なんで4年前前回の大会に出た皆さんっていうのは一体どういう歩みを経て今どういう状況になってるのかちょっと確認していこうぜという会でございます。すお願いいたします。そうかこの写真の面々でございましょうかそうなんですよ。だからワールドカップに行ったメンバーも出たという形になっておりますしここにいる4人の皆さんは全員ヨーロッパに行ったってことでもありますけど。なるほど はい。入ってどうなってるのか、うん、見ていきたいと思いまーす。わかりましのはいろんな切り口で、えー、毎日やっております。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ見ていただきましょう。こんな感じ。ー今日、ドーン。 うんはい、今左側に今ちょっと細かいけれども、前回のメンバー21プラス、途中、追加招集組の1人合計22人、ね、はい、させていいただいておりますちょっと細かくはなっちゃいますけど、キッパーが、ね、現京都の若原選手、あとは現岐阜の茂木選手、あとは、えー、ダイニョン選手なんかも、浦和ユース時代にアンダー20いってたんですね、えー、今考えると。 でディフェンダー見ていくと、え菅原瀬香、福岡の三でセルティックの小林え、そしてスイス2部、ローザンヌ・ニル、鈴木・トイチ、広島の東と。一番、うん、見ていくと、合計、山田・コ太、木田、伊藤裕樹・ヒロキ、斎藤・なるほどね藤本滝・タ西ニシカ、中村先生、斎<ー>藤光輝・コー原田川、宮城というメンバーでございました。や皆さん、うなるような活躍してね、サッカーファーなら誰でも知ってるような名前ですけれども、当時は。ね<う>4年前。 うん、なるほどな。はい。ああ、ていうことは今のメンバー4年後どうなのかってことですよね。まあ、そうなんですよ、うん。でも今したいのはそういう話じゃないですよね。うすよはい、そうなんです。えー、ていうことでこの左側に書いたメンバーなんですけど、はい、実はまさ、はい、この4年間で、はい、なんと書かれてある22人中11人、半数の11人がヨーロッパへと旅立ちました。はい。 すごくない半分いったって。ね、本当だね。うんあだこの大会で目つけられたみたいなこともあるんでしょうかね。そういうところもありますよ、ね。なるほどね。はい。で、プラス、あとは、このメンバーの中から言ったら、伊藤博樹選手だけはね、あのワールドカップ行ったなんてこともありましたけど、うん、それが、菅原幸成選手、瀬古歩夢選手、中村慶斗選手、鈴木財音選手、その4人含めた合計5人が、えー、現状のフル代表の経験者ということにもなっております。うんうん まあ結構これだから割合としては高いよね。22人中こんなに5人いきなりバンっているわけだから相当の確率で入ったなってところは、うんね、はい。で、ちなみにその4年前の大会ってどんな感じでグループ選手とか決勝トーナメントを言われてどういう大会を過ごしていたかってことを右上で振り返りましょう。はいはい、実はグループ選手はエクアドル、メキシコ、イタリアっていうかちょっととんでもない組み合わせの中に入っちゃったんですよね。 でそんな中で初戦はエクアドル戦でした。はい、え前後半、地元あたりだっけかな、あの田川選手が1個、オウンゴールしてしまったのがあったんだけども、うん、山田幸太選手が同点弾決めて1、1 1で初戦を終えて、2>, はい、2戦目のメキシコ戦では、その田川選手がゴール決めて、宮代選手が2ゴール決めて、いはい、3 0で勝利と、うんで。3戦目のイタリア戦では、スコアレスドローで終わ,って終わったところはあったんですが、うん、グループステージは突破。はい で、そして決勝トーナメント初戦ベスト16になったところで、なんと VS 韓国戦、うん。なるほど。はい。で、結果的に実は菅原選手がね、ちょっと、もう自身もずっとこう苦しみることになりましたけど、パスミスをしてしまったところで、うん、えー、最終的には今ね、清水にいるオセフン選手に決められてしまった。うだね。うん、はい、そんなことがありましたはい、はい。もうちょっと試合やりたかったね。そうなのよね。 だからまあベスト十六で終わってしまったっていうところもありました。でただその四年前の大会ではまずはさっき言ったこのね左のメンバーもすごいんだけど。はい、実はベストメンバー組めなかったっていうのもちょっと問題としてはあったんですよ。うん、なんでかっていうと同じ時期にあのコパアメリカあったじゃないですか。だからそこに久保建英、うん、大阪啓介、阿部寛っていう三人持ってかれちゃったんですよね。あの時期ですね。そう。はい。そしてと東京世代のお兄ちゃん組があの。 国際大会ってはいうのが、そこに有望株ののパリ世代松岡大樹選手が持ってかれてしまったんですよ。で、プラスあの橋岡大樹選手と谷昴生選手が負傷のためこの大会いろいろ出れなかったってのもあって、<ー>本当だったら組めそうだと主力メンバーから6人いない中で戦ってもたらそういう成績だったっていうのが、なるほど。すごかったんじゃないかななんていうふうには思う。だからこそ経験を積めた選手が今伸びてるのかもわからないですしね。そうですね。 さっきこのアンダー20ワールドカップ組11人がヨーロッパに行ったとも言ったんですけど、うん、ちょっとその下のところを見ていただいたら、このね、はい、アンダー20ワールドカップ未経由組のところででも、実はこの1999年、そして2000年生まれのメンバーからは、なんと11人が現状ヨーロッパに行きました。うん、だ今、1999、2000年の学年の皆さんだけでも、20人以上がヨーロッパにいるんですね、お<ー>この。 すごいことですね。うん、まあ、そんだだけね、えー、いわゆるこの若い世代になってくればなってくるほど、いわゆる、まあ、だんだんこう、ヨーロッパの壁がこう、だんだんね、薄くなってってるのかというかう、ねうん、日本人選手のレベルも上がってってるって言っても間違いないんじゃないかなというふうに思われます。はいはい、なるほど。はい。うん、そしてじゃあ、せっかく日本も言ってったので、まあ、こっちも見とこうよって話があるので、これ右側だけちょっといろいろ表示が変わります。2>, はい、2枚目こちら、はい、トン。 うん、じゃあ、その大会に他のいわゆる日本以外の国の皆さんって誰が出てたのってことを確認してくるできはい,はい、はいはい、まず2019のユーの、ね・ニチューポーランド大会、<ー>優勝はウクライナでしたが、はいはい、MVP はなんとイ・ガンインさんでした。韓国決勝まで行ったんだそう。準優勝だったんですね。そして、えー、その時の、えー、最優秀ゴールキーパーが現レアル・マドリードの、ねうんえー、ゴールキーパーでまあるルニン選手。う そしてその時の得点王が、えー、先日、プレミアリーグの得点記録を塗り替えた男、まずあのホンジュラス戦っていうグループステージがあったんですけど、ハーランドさん、9得点決めたんですよ。トリプルハットトリックっていうこの上はどこまでいったんですか残念ながらグループステージで敗退だったんですよ。 まただそんなからだこういうねいわゆるすごいタレントも出てきていたというところがありました。この後取るトムとに行くんですかね。そうです。この時がまだザルツベルグですね。南の時だった。そうですよね。でそのアンダーニュのその2019高他にもあこの人もいたのってのが結構いまして。まさあれですあのアルブライカ。ンアルブライカサウジアラビアの。サウジアラビアの。ほーなるほどな。だからこの世代はさ若いんだねあの人。そうなのよ。 あとほら、ね、あと3大会ぐらい、こう、ワールドカップ予選でもきっと付き合うじゃないですか、サウジアラビア絶対、ねうん、そうです,うですこの世代、ずっとアルブライカに悩まされるってことですね。なるほどですね。どっちめ、どっち目でてやりましょうよ。<laughs> ねえ。ああ 他にはね、あの、アメリカ代表、の、ジョージ・ベアさんの息子ですから、あの、ティモシー・ベア選手だとか、あと今、リバプールのフォアでやってる、<ー>えー、ダルビン・ヌニエス、ルガ代表、あとは、ポルトガルの、の今ね、ミラーにいるレオンとか、あと今、フランクフルトで、あの、ハツベ・マコト選手の隣やってる、<ー>えー、フランスのディフェンダー、エンディカ選手、などなど、<ー>結構、だから日本人も知ってるような感じのというかね、うん、そんな選手たちも、このアンダー20にいたってのがあるので、面白い。 たたった4年3年ぐらいあればやっぱ次のワールドカップだったりだとか次のやっぱりヨーロッパの市場のところですぐ出てくるよねっていう人が10人15人絶対いるからですすよねねね見逃せない今大会もそうなんですよそんな発表がね日本代表のメンバーの発表も5月8日月曜日にあるというのがありますので。 われわれも5月8日はマンデーということで、マンデーライブ夜にやりますから、そこでだったりとか、翌日の動画でもいろいろね、アンダー・リッシュはお伝えしていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。いやー、なるほどね、面白い。ねこうやってか。でも4年前も見る若いやってましたからね、思えばこの大会。 なんか早かったなってやっぱり思います、うん。体重はちょっと増えましたねまあ成長と言えるんじゃないでしょうかね。<laughs> <laughs> 落ちにくくなってきてますね。<laughs> 確かにね。ああ <laughs>、えー、ありがとうございます。ありがとうございました。これは楽しみですね。うん。ね、えー、わかりました。うん、もうなんかあれだね。エイ大エイ代表に比べてね、アンダーってこう二十三も二十もね、ちょっとこう,うん、うん、ちょっと知らないんだよなとかいう時代は終わりましたね、完全に。そうだよねー。ね。ここからへの距離が近いですよね。どっちも入るみたいのがあるでしょうし、ね。間違いないですね。いや、これは列強に。 近づいて肉薄してきましたな。いや、そうですね。えー、今回も楽しみましょう。若者たちを頑張ってください。<laughs> ということで、井上さんでございました。ノーミル佐藤でした。こんにちは。チャンネル登録、高評価ボタン、ぜひよろしくお願いします。今日はありがとうございました。失礼します。またねー。バイバイ,バイバイ。